ハロー YouTube、今日はですね、自民党総裁選に、立候補を表明した河野太郎さんが、年末調整を廃止すると、そういう、まあ、国民全員がですね、確定申告するという政策をですね、発表されたんですけれども、これにか、対してですね、税務署の、業務がパンクするとかですね、めんどくせえとかですね、サラリーマンにとってはめんどくせえとかなんかそういったあのクレームの嵐が来ているらしいんですけれども、それについて解説をしたいというふうに思います。まあそもそもですね、まあマイナンバーに反対してるやつみんなバカだと思うんですけど、だってそもそももうマイナンバーは法律として成立しているので、皆さん生まれてきたらですね、皆さんマイナンバー持ってるんですね、日本国民であれば。なのでカードを持つ持たないとかってあんまり関係なくて、カード持ってたら便利ですよ。そのうちもうAndroidだったらスマホ乗りますよ。iPhone も来年ぐらいには乗りますよ。そして免許証とかですね、運転免許証とか国家資格とかですね、そういったものも全部マイナンバーに統合されますよ。保険証もそうですよと、そういう風になっていて、全部マイナンバーに紐付けられるわけですけど、まあカードもスマホの中に入るんでめっちゃ便利になりますよね。っていう例えばKYC って言って本人確認ですね、銀行の口座を開くとか証券口座を開くとかですね、そういった時に、KYC、eKYC ってやつが必要になってくるわけですけれども、これもマイナンバーがマイナンバーカードがスマホの中の、チップに埋め込まれていればですね、ワンタッチでできるわけですよ。生体認証とかでワンタッチでできるようになるわけじゃないですか。めちゃくちゃ便利なわけです。そういったことをですね、推進しているデジタル担当大臣が河野太郎さんなんで、河野太郎さん別にまあ当たり前のことを言ってるに過ぎないんだけれども、なんでそんな批判されなきゃいけないのかなって、ちょっと僕は本当に不思議なんですけど、やっぱちょっと頭が弱い人たちが多いんですかね。はい。ということでですね、マイナンバーで、マイナポータル、ちょっと使いづらいんですけど、そのうち使い良くなるでしょう。河野太郎さんが使い良くしてくれるんじゃないですか、デジタル担当大臣なんで。で、なれば、本当にね、フランスとかだとですね、本当に何個かの質問に答えるだけで、簡単にですね、確定申告ができるみたいなんですけれども、まあ、日本もですね、ちょっとめんどくさいみたいですけど、マイナポータルから、確定申告とかできるんで、窓口行く必要ないんですよね。だからもう、窓口がパンクするって言ってる人は、窓口に行くこと前提になってるってのはまたおかしな話でですね。はい。ということで、まずですね、わかりやすい解説動画とか、そういったものを上げるべきだと思うし、それは河野太郎さんが上げなきゃいけないと思いますけど、デジタル庁としてね。簡単なマイナーポータルの、使い方、そしての、確定申告の仕方みたいなものを、まあ、ほんと地味な動画とかではなくて、わかりやすく面白く、まあ、ほんとタレントさんとかを起用してですね、そういったことを やるべきなんじゃないかなと、私は思います。まあ、僕はタレントじゃないですけど、私が解説番組に出てもいいですよ、と。そんな感じすらするんですけれども、まあ、要は、オンラインで全て完結するように、確定申告完結するようになってるんですよね。で、もう給与所得とちょっとした副業、まあ、最近ね、副業も増えてきたんで、確定申告しなきゃいけなくなってる人たち結構多いと思いますよ。まあ、そういった世の中の流れもあるということですね。で、まあ、本当にマネーフォワードみたいなね、ああいう統合アプリみたいなものをね、使っていればですね、さらに簡単になるということで、オンラインで済む。で、オンラインでやったら、例えばわかんないけど、マイナポイントをつけるとか、税金がちょっと安くなるとか、そういった特典もつければいいんですよね。そうすると紙でね、申告する人たちとか多分いなくなると思うんで、はい、ということでですね、まあ、河野太郎さんが、別にその政策でね、まともなこと言ってんのに叩かれるのはどうしたものかということを今日はお話ししたかっただけでした。ということで、いってらっしゃい。